どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はこちら開口忍法ガマガマ銃を紹介します。手裏剣戦隊ニンニンジャーの、ま、武器でございます。でガマガマ銃っていう名前のそのまんまです。ガマガマカエルちゃんの、ま、銃ピストルっていうことで、で早速もう第1話でも、ね、使ってたんですが、ま、早速開けてみたいと思います。そしてこのねガマガマ銃と一緒に青忍者手裏剣もついております。おー、これがコア、そしてこれがブレードかな、周りにつける。おー、前のね忍者一番刀には、赤忍者手裏剣がついてたんですが、今回は青忍者の手裏剣コアがついておりました。ちょっと音をね、早速このままコアの状態で、青忍者、青光ってる青忍者、ここの青って文字が、ちなみにね、こっち前の赤忍者手裏剣、赤忍者、青忍者同じ感じでこのね、文字がその色に光って、音声も出ると。そしてこれね、まあ、ブレードをねまたつけたらね、確か音声が変わるんですよね。お、青忍者手裏剣、お、このねブレードをつけた状態の音がね、お、違いますね。これね、あのお供人手裏剣、まあ、お供人がいるんですけど、それぞれのねお供キャラみたいな、赤忍者には、忍び丸、ちょっと人間みたいなね格好のロボットが、そしてこの青忍者にはドラゴ丸って、ドラゴンみたいなね、お供がいるんですが、その音っぽいな、これドラゴンみたいだもん。おー、すごい細かい、ガマガマ銃、かわいい、あ、あ、あ、結構しっかり締まった。今のこの青忍者手裏剣とかをセットするみたいです。そしてこれ自体にも電池を入れる、あ、この目がなんかあのね、ターゲットロックオンみたいなやつになってる。電源ここかな、スイッチオン、うん、今単押し銃撃音が鳴ります。長押しで探知モードオン、ゲロ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 、かわいい、探知モードがあるんだ。だからこれ目がなんかこういうねレーダーっぽい感じ。単押しピョンと押して、銃撃、これもでも最後の方なんかゲコゲコみたいな聞こえる。ちょっと、うわ、ガマ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 で、トリガーを引きます。うわぁ、じゃあガマ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 すごいびっくりした、これ今これね、青忍者手裏剣セットした途端この出てきました、口から。さっきしまったのが赤忍者手裏剣だとどうなるんですかね、ちょっとやってみます。セット、一緒なんですね。かわいいなこの武器まずカエルちゃんっていう見た目がね、かわいい、色合いもかっこいいし、そしてこのねさっきの音もかわいかったですね。通常攻撃も
バンバンバン。忍者いた。そう、妖怪はどこへ行ったんだ。そうだ、このガマガマ銃の探知モードで。ゲロゲロ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 。あ、いたぞ、行け。よし、最後は必殺技で決めてやるぜ。いけ。